はい、ありがとう整体の平野です。まあ、この前のね、ネガティブエネルギーの瓶の話をしましたけども、まあ、現代人ね、いろんなものが体の中に入っている、そして、まあ、解毒、アーシング、することがね、非常に重要だと思っています。まあ、静電気とかね、バチバチ言う人はですね、やはりちょっと気をつけた方がいいのではないかっていうふうに思っています。まあ、例えば、今、まあ、セルフの、ね、ガソリンスタンドがありますので、まあ、そのね、こう、アースをする板をね、結構触るだとか、まあ、地面を触るだとか、まあ、本当は流れる水にですね、足をつけるだとか、そういったことをね、して、体の中にある、まあ、電気をですね、抜くということが結構重要だというふうに思います。これ本当の話なんですけども、私が、まあ、山の方に行ってですね、川の水の中に足を、10分から20分ぐらい、ね、入れてたと思うんですけども、本当にその次の日にですね、まあ、汚い話ですけども、まあ、人生最大の、いいうんちが出たという、ことを考えるとですね、そういって、電気を抜くこと、アーシングすることでですね、腸内細菌まで喜ぶのではないかというふうに、思った出来事がありました。あれは本当にね、本当に次の日だったんで、びっくりしたことを覚えています。とにかくアーシングね、今の現代人は、本当にいろんなものにさらされているので、アーシングはね、今まで以上に大事だと思っています。そのために、そのありがとう整体、私の整体はですね、とにかく地に足をつける、足の裏がしっかり大地を踏めるような、ね、形に持っていくことを、まあ、大前提としてやっています。そんな変わった生態をしています。ありがとう。愛知県蒲郡市でやっていますけども、東京、大阪もですね、出張してやっておりますので、よろしくお願いいたします。